エープリーは、コンピュータ将棋のプログラム。オープンソースとして公開されている。メイン開発者は、平岡拓也。2014年より、平岡の母校である、大阪市立大学数理工学講座の杉田歩美、準教授らも開発メンバーに名を連ね、エープリーチーム名義となる。プログラム名の意味は、サルマネで、良いものは何でも取り入れる設計方針を表している。 開発開始年は2011年。2014年、第24回世界コンピュータ将棋選手権で優勝を果たした。2015年に出場した、将棋電王戦ファイナルにおいて、斎藤慎太郎五段と対局を行い、115手で敗れた。この対局後に、斎藤は、ほっとしている。エイプリーはすごく強いソフト。乾杯しても、おかしくないと思っていたとコメントを残している。 この対局の開始前、平岡はツイッターで、賞賛が亡くなった後もエイプリーが妻されるまで、対局を続けると宣言し、その通りにした。結果、プロの将棋では見られない、自らの玉の罪が確定した後での無駄な王手を、延々と続けたことから、みっともない、寄付予防士だとの批判の意見が上がった。屋根裏王の開発者、磯崎元洋は、ブログ記事にて、 将棋ソフトは投了させなければそういう指し手をするものだ、と平岡に同情的な意見を述べている。2015年の第3回電王トーナメント出場に先立ち、命名権をヤフオク、のみんなのチャリティ募金に出品。8万千円で落札され、同大会においては大樹の枝の名称を名乗って出場することになった。また、電王戦ファイナル後に平岡がエプリーを、 オープンソース化し、主要なコンピュータ将棋大会に出場することに、最新版を GitHub に公開していることにより、これらのコンピュータ将棋大会に A プリを改造して出場する競技者も複数存在している。2016年の第4回将棋電王トーナメントでは、前年同様命名権をヤフオクのみんなのチャリティ募金に出品し、89万1000円で落札、 浮かむせと命名された。非常に高額な落札金額となったが、企業ではなく、将棋好きの個人の落札である。大会出場に際しては、評価関数の作成に、ポナンザと同様の手法を導入するに際し、必要となる大量の計算資源を提供するボランティアを募った。この過程を経て生成された評価関数を武器に、大会では決勝に進出。 ポナンザには及ばなかったものの準優勝を果たした。また、評価関数生成にボランティアを募ったアイディアを理由として、この大会で設けられた特別賞を受賞した。ありがとうございます。